まあ、千代はあの今からでも来あと3年すると千代の250回忌、そんな生まれてから300年ほどの女性です。で江戸時代というのはあの、まあ、元禄千代が生まれたのは元禄16年、赤穂浪士の討ち入りの次の年で、場所を俳句でいうと芭蕉が亡くなって10年して生まれてます。で芭蕉には会うことがなかったんですけども、後で正門という芭蕉のお弟子に孫弟子として加えられます。で、今は、まあ、ここ江戸ですけども、昔その千代の時代は上方が圧倒的に文化の中心で、上方の御堂筋に芭蕉の句碑がありますけど、その向かいに千代の句碑が立った、そういうのが千代の評価につながるかと思います。その千代の時代は、女性は短歌から男性は俳句、そういう色分けがあって、女性が俳句を作っちゃいけないというわけではないんですけども、まあ、その言葉が少ないものですから表現が厳しいですし、だから圧倒的に男社会の中で千代は活躍します。千代は女流俳人として、まあ、その評価が高かった。でそういう千代が私の町の私の前の通りのすぐ近くに近所に生まれて、でうちの向かいに寺の向かいに千代の俳句の仲間で末女というのがいまして、その末女のところで訪ねてきては俳句を作ってました。そのご縁で千代はうちの御門徒でもないですし、千代にといって甘さになるんですけども、うちで提発したわけでもないんですけども、まあ、千代が亡くなって25回忌の時に千代の俳句の仲間たちが千代の名前を残そうと言って千代に塚という句碑をうちの境内に作ります。まあ、それがご縁で毎年千代 の、 あの、9月8日という命日には千代の、千代に来たのをやってます。今この千代女があの、まあ、鶴瓶の歌がですね、朝顔や鶴瓶取られてもらい水っていう、朝顔にとか朝顔やとかって、まあ、ややこしく言うとるんですけども、まあそういうふうにあのちょっとした朝顔は昨日は開いてないから絡んでいたのかもしれないけど気にならないけど、今日は花が咲いてたから気になったっていう、その繊細さっていうんですかね、だから それを外して水は汲めないという、そういうの優しさみたいなのがすごい好きでね、でそれをテーマにそこだけのエッセンスでそれがうまく、だから後のことは曲があったから付け足してるんですけど、要するにそのなんかこう人に絡みつくっていうか人との縁っていうか結ばれる、それをいかにも大切にした人だっていうことがね好きで、千代女をねあの一生懸命でそういうイメージがずっと体をめぐって頭をめぐってそういうイメージを作りましたんですよね。どう